アメリカ大統領選のサウスカロライナ州共和党予備選で、ヘイリー元国連大使がトランプ氏に敗れたことを受け、アメリカの富豪コーク氏率いる保守系政治団体は、ヘイリー氏への支援を停止すると発表しました。アメリカの主要メディアによりますと、この保守系団体はこれまで数千万ドルを援助してきたということで、ヘイリー氏は来月5日のスーパーチューズデーを前に一層厳しい状況に追い込まれています。